あ、ちょうどいいところに来た。ね、こっちおいで。そうそう、僕の間。そう、後ろからギューってするから。ギューン。ふぅ、落ち着く。ん？ いや、そのためだけじゃないよ。じゃーん。これ、バレンタインのお返し作ったんだ。手作りクッキーだよ。あんまりこういうの慣れてないんだけど。喜んで欲しくて、頑張って作ってみたんだ。まあ、ホワイトデーは明日だけど、でも、今日渡したかったんだ。だってさ、明日は平日でしょ？ってことは君、他のやつにお返しもらうかもしれないじゃん。それ思ったらさ、今日、真っ先に渡したかったんだよね。日曜日に君と一緒に過ごせるのは、僕の特権だから。そうでしょ？だから、はい、受け取って。食べる？の？そうだよね。意外と美味しいよね。よかった、そう言ってもらえて。いや、僕も全然自信なかったんだけど、もう食べたら結構美味しかったからさ、めっちゃ嬉しかったよ。食べて食べて。ああ、ただ、ごめん。味はこの一種類しかないんだ。それで限界だった。ごめん。あ、じゃあ、僕で味変するってのはどう？ 無茶かな。でも、君とのキスで食べるチョコ、すごく美味しかったよ。だから、耳でちょっと気分変えてもらおうかなって。いや、実際このクッキーにはそういう気持ちが詰まってるから。君のことが好きって気持ち。今の僕の。このキスにもだよ。ごめん。ちゃんと言わないと伝わんないか。好き。顔そらさないで。照れてる？いや、でもな、ほら、よいしょ。ホワイトデーは3倍返しって言うでしょ？君がくれたバレンタインに比べたら、まだ全然お返しできてる気がしないな。だから、もっと伝える。好き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 。クッキー落としたよ。口ポカーンって開いてる。ん？食べる余裕ないの？そっか。じゃあ、クッキーは後で。一緒にカフェラテでも飲みながら食べよう。そう、違う違う。まだだって。だから、僕の気持ち、今はたっぷり受け取ってってこと。好きだよ。
おいしいんだ、よかった。 僕もおいしい、君の耳。一回味わうと止まんなくなっちゃうな。ああ、もちろんこっちもだよ。いただきまーす。みたいだね。ていうか、ごめん、ホワイトデーなのに僕が食べちゃったね。ね、じゃあこっち向いて。さあ、君も僕のこと食べて。舌出して。さあ、クッキーの味した。君とのキスだとやっぱり美味しさ変わるな。めちゃくちゃうまい。もうちょっとこうしてたいな。君もだよね。
下出して。ああ、うん。ね、大好きだよ。